本日は水溜めたらあかん。あかん。三つの理由と改善する方法です。はい。今からやるよん。イエーイ。こんにちは。こんにちは。自然薯マン1号です。どうもママです。美味しいものより美味しくものを食べたい自然薯マン1号です。イエーイ。今日は雨です。はい。止みました。ちょっと止みました。はい。そして水たまりです。うん、水たまりです。水たまりです。はい、ね、おお、溜まってますね。うん、ね、まあこれくらいだったらすぐ履けると思うんですが、はい、でもやっぱり水溜まってるとよろしくないので、うん、ちょっとね、こうやって水切って、ちょっとここ汚いけど。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。なんじゃ。ほら、水。おお、はいはいはい。おお。よいしょ。下に流れるようにね。そうそうそう。こうね。おお。ね。よいしょ。草が。根っこ。木の根っこか、これ。こいつの根っこやろ。うわっ。うわっ。うわっ。あっちゃーん、言ったで。まあ、こうやって水切って。はい。流れるように、水がね、たまらないようにするんですね。はい。ね、まあ、あの水たまるとね、はい、よろしくないんですよ。やっぱあかん？うん、あんま良くないね。はい。よいしょ。まあ、水は必要なんですが、はい。で、ね、こうやって必要なんですが、水たまると良くないというのは、うん、やっぱね、あれですな、病気がね、うん、ここキュウリを植える予定なんですけど、はい、キュウリとかでも水たまると病気が、トマトでもナスビでもね、うん、水たまりで伝って炭疽病なり、おこっちでいい、うん、炭疽病なり、うん、青枯れ病なり、そんなんは水でうつる病気って結構あるからね。あ、水でうつるのね、うん、そうそうそう、ピョピョピョって泳いでいくわけね。ケツ振らんでよろし。あとね、はい、水が土に多いと、うん、肥料が吸えなくなるの。あ、作物が、植えた作物が。だから水タップタップの場合はな、うん、黄色くなってきたりするんだ。あ、うん、キュウリでも何でも、うん、で家庭菜園とかやってる人は何でも水撒いたらいい思ってるから。確かに水撒きすぎで、あの肥料が吸えなくて、あ、そういうこと？うん、逆に、うん、育たないっていう人も結構いる。パターンもいる。うん。うん、でね、最終的にね、はい、水がね、多すぎるとね、根腐れを起こしますな。ああ、うわ、こんだけ広いの植わってても。そう、あのここらな、畝がな、たっぽんたっぽんに植わるぐらいな、うん、なると、うん、根腐れを起こします。はい。うん、なので水は。履けるようにね。履けるようにね。してあげた方がいいですね。溜まってもね。うん。うん、ただあの植物によってはね、はい、こういうの水が好きなやつもおるもん。だからそういうのはうちもこの水切り作らんと、もう雨降ったらもう水溜めっぱなしにするよね。タポタポのまま。それがね、例えば、あ、里芋。はい。うん。里芋は水切りなしです。はい。あとは水ナス。おお。水ナスも水大好きなんで、まあ水切りないで。はい。あとね、空心菜。おお、いいね。空心菜も水切りなしです。うん、あと、あの水切りなしというか、うん、あの水は別に好きでもないけど平気なやつ。おお、平気。うん。枝豆。お、枝豆。枝豆をさ、田んぼのあぜにな、あぜ豆言うて、うん、植えるぐらい水があっても平気ね。うん、あとね、経験上オクラもいけるね。あ、オクラね。高速うるさくね。そうやな。こっち行くから反対に、ね、そっち行く、うん、反対に行くよ。おー、はいはいはい、ちょっと待ってね、はい、いろいろね、方向があるのね、うん、そうそうそう、おっと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 、うん、あ、水が降った、ママ崩さないで、崩さないで、ごめんごめんごめん、崩さないで、足元足元、うん、大事ね、これね、うん、はい、よしよしね、はい、で、だから、何だっけ、何だっけ、空心菜、うん、里芋と、うん、うちは水ナスと、はい、であとはオクラと枝豆ぐらいは、うん、まあ水そんなに気にしなくてもいいんやけど、うん、それ以外のものはもう水はけが
ね、やっぱいる履けるようにしといて、はい、でこれからほら暑くなるやん、熱々熱々やんか、ほっかほかやんか、うん、毎日毎日、うん、そうなると余計ほらこういう風に水溜まってるとさ、うん、この中であの菌も湧きゃ虫も湧くし、あそうか、うん、でなんか毛が湧いて緑色になったり なるそんで雑草もやっぱり水吸ってバンバンそうやななるし、うん、むんむんむれむれ脇の下やな、うん、そんなになるからさ、で、まあそんな感じでむんむんむれむれになるんで、ね、あのこの中でね、なんかこういろいろわーわーわーならないためにも、はい、まあ、水はさっと、まあ、雨降ったら水含みながらさっと抜ける状態、ね、程よい保水、はい、ね、程よい、水はけ、はい、これを目指します。なるほど、うん、ね、まあ、土作りでね堆肥入れたりもみ殻入れたりして変えるのもいいんですけど、うん、やっぱりこう水がねスッと流れるようにね、うん、してあげると、なるほど、ね、うん、いうのがいいんです、うん、でここまだね何も植えてないやろ、何も植えてないの、うん、その間に形を作って畝立てしてさ、こうやるとどうしても初めは水がうまく切れなかったりするから、うん、でこう何か物がね栽培始まってから中入るとこの長靴で病気を連れて行ったりするから、おー、だからまあ何も植えてない間にこの形をな、うん、整えるように、なるほどね、すればいいかなと思う、うん、でまあどうしてもさ自分の足跡が出たらな、なかなかや、うん、いや水たまりあんま歩かん方がいいんじゃないの、うん、本当はな、本当はな、でもまあまだ植えてないしさ、まあね、この水たまり改善はしとかなあかんやろ、そうやな、うん、でな、それな、これやるときに、うん、どうしてもみんなな掘るのよ、掘る、うん、うん、掘るのよ、掘っちゃう、掘って水をどんどん流そうとするんやけど、うん、このな掘るだけじゃないのよ、やり方としては、おお、ちょっと、はい、そっち行った方がいいの、あっち行こうか、あっち行く、うん、あ、一回移動します、うん、ここで事件が起きました、はい、なんと、まあ、最近調子悪いんな、うん、iPhone のな、うん、マイクとな、うん、そう、まあそのマイク自体もさ、うん、雨にな打たれたこともあるからな、まあ、接続が悪くって、まあ、早い話が音声が出なくなってしまって、はい、動画だけ今から上がるんで私が再度ここから喋りたいと思いますそれでは行きます。なほら音一切聞こえてない、なんか喋ってよこいつなんか喋ってます、なんか、まあ、何喋ってんのかな、あ、こっち側がこの今立ってるところが、うん、あの水が入り口で出口が向こうやいうこと言うてるね、そう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 、であの溝をね切るばっかりじゃなくて、うん、この溝を埋めていくっていう、土で埋める、そう、埋めると、水たまりがなくなるんです、うんうん、でこれね、あの今脇の、土をこすって、うん、で溜まってるところにこう埋めていってて、ポンポンポンと、うん、でこうすることによってまず今そこに溜まってる水がどんどん吐き出されていって、うん、どんどん流れていくな下にな、はい、うんうん、でこれ一個一個なこうやってるやんか、うん、ほらほらほら、なんかこんなこんなこんなしてる、なんかやってるな、なんかあの、うん、うん、これふ多分そこが深いっていうことを言ってるんだよな、そうだよね、うん、で深いからその分どんどん埋めていかないと水が溜まると、うん、で水を、あ、向こう行ったな、向こうで、あ、向こうほら、あそこ多分浅いんや、あ、浅いとこ切って今削ってるやろ、うん、うん、で削って水通るようにしてるはず、で、そうそうそう、水通ったんかな、通ったから戻ってきて、うん、でこうやってまた土でどん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 、どんどん埋めていってるんやな、で、おしっこ、うん、でね、こうすることによって今溜まってる水がまず吐き出されてどんどん流れていくやろ、はい、でそこをほらあの水がな、水と泥と混ぜるとなんか汚くなるっていうか、なんか良くないんじゃないのって思うかもしれんけど、うんうん、これすることによってあの土がな硬くなるのよ、はい、水とあの土で混ざってで乾くからカチカチになるから、うん、とりあえずねこれやってすぐはあのセメントの状態やな、うんうん、これまたどっかで言うと思うの、こんなしてこんなしてな、そうやな、セメントを引いた状態から、
猫とかが歩いた足跡みたいになるから、ここ入ったらあかんねんな。でもそれが固まることによって結構硬い土になるんで、うねまとしてはまあ歩きやすくなると。そういうことやね。で、あとね、これ今こうやって鳴らしてるやん。水面に沿って鳴らしてるやろ。ポンポンポンと、うん。水面っていうのは水平なのよ、水平。はい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 。うん、な、犬が来たよ犬が。で前は、うん。うん。水平なのよ。うん、だからあの次な雨降った時はさっとどこもたまらずに流れていくね。なるほど。わかる？うん。うん。これあのデコボコになってるとまた水が溜まったり、うん、うん、あのなったりするんやけど、うん、水平に合わせて土を埋めていくっていうのがポイントなの。ああ、なるほど。うん。ほら、どん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 こう、ね、埋めていって、うん、こう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 、そう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 。ほんであのクワの背中の部分でトントントンってして、そうそうトントンってね、平らにならしてね、うん。だからね、とりあえずね、水がね、べちゃべちゃになって、土とべちゃべちゃになるんやけど、あの押し出されて流れ出てくるくらい、土の中の水も。うんうん、で、ちょっとずつこうな、水を流したい方向へ、こうやって。そうやね。うん、バックして、バックして。バックして。うん、ポンポンポンって。ほんなら自分の足跡もな、消えていくしな。ああ、確かにね。うん、やっぱこうやってたまるのが良くないやもんね。そうそう。ポンポンもね。ほな次な、これ土がな、この今の水面の高さまで土が来てるのよ。うん、ほな、はい、雨が降っても水溜まれへんねん。流れていくねん。うん。うん。うまいことできてるね。そう、だから、ほら、今言うてるやん。こう、こう、こう、溜まれへんねん。なんでこれ同じこと2回喋らないの?iPhone のちょっとマイクちゃんとしといてくれよ。ほんまに。うん。今、水流れていってるやろ、って言うてるよ、これ。ああ。うん。向こうにな。な、かぶりもん、かぶりもんしてるけど。言ってることは真面目やからね。さあ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 、うん、かぶりも大事よ。そうそう、かぶりもしない方がええってコメント来たけどな。大きなお世話やって返しといた。まあいいや、そんな感じで、今これとりあえず私が喋りましたんで、はい、うん、また本編に戻ってください。どうぞ。今埋めた筋、ほら水がジョンジョン流れてきてる。おお、うん、どんどん出ていってる。あー、分かる分かる、うん、泡が、そう、泡って、うん、流れてる流れてる。まあ本当は雨降った後畑に入るのは良くないんやけど、うん、何も植えてない状態で、うん、まずは水の流れを決めてな。だないと水ってさ、水切り作ってても逆流してくる可能性もある。そう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 、外へ流れることを確認して、流れてない場合はね、流したい一番上流を埋めていって、うん、向こう埋まってるの、埋まってるの分かるわ。そうやろ、うん、あそこも水たまらんと出てくる。そういうことやね。うん、今もじゃんじゃん流れてきてる。じゃんじゃん流れてんね。うん、で、水が、雨が降る、水がちょっとでもまあ、たまるのは仕方がないけど、うん、まあ、最低1日以内に全部吐けるみたいな。あ、そういう状態を作ってやると、うん、まあ、病気は出ないかなと。うん、で、土がずっと湿ってると、硬くなるからね。硬くなる、うん、土が。ダマになるっていうか、ガタガタになる。はい、ほんで、うん、こういう、本当はこういう時ね、触ると、うん、寝る形になって、あ、そうか、うん、土がほんま、あまり良くないんやけど、うん、まあ、雨降り、雨降りというか、物を植える前だけな、うん、は、ちょっと、ちょっと手を入れて、手を入れて、水はけるようにしてやるといいと思いますな。やっぱりね、うん、必要だよね。うん。水が溜まると、それあかんことになりますよ、と。はい。それあかんの3つ、ね。あ、何だっけ、何だっけ、ああ、菌がどの子のやつ、そうそう、一、うん、つは病気が蔓延する、二つは、肥料が吸えなくなる、うん、そして最終的に枯れちゃうよと、根腐れを起こして、はい、そうならないためにも、物を植える前に水を抜ける畑にしておきましょう、うん、イエイ、うまいなっていうことですな。はい、はい、まあこんな感じだ。はい、じゃあちょっとまた小雨が降ってきたんでね、ちょっとね、はい、中へ入ろう。はい、さようなら。それでは皆さん、さようなら。